まあ、こんにちは。仕事の優先順位についてですけども、まあ、この年になったらね、仕事に優先順位はもうつけないですね。そもそも前倒しをしてるんで、優先順位をつける必要がなくって、優先順位をつけながらやるってのは、もう本当ね、仕事始めたばかりの20代とか、その辺の話じゃないかなと思うんですよ。うん、すぐやんないといけないことと、あと力を貯めないといけないことってのは分かれるからだと思うんですよね。まあ、でも、ある程度ね、30とか40過ぎてくると、まあ、そもそも力が溜まってきてるはずなんで、それを使いながら、 すでに与えられたミッション以上の前倒しの仕事ができてると思うんですよ。まあそうなんないと結構きついかなと思いますので、まあ優先順位がもしね必要だとしたら、そういう風な40代、50代っていうのは、まあ今までのことをちょっと振り返ってね、なんで未だに優先順位っていうものに追われてるのかなと。<laughs> なんで仕事を前倒しでできないのかなっていうふうに考えていかないといけないかなとそしてできれば仕事もそうだけども人生も前倒しにして将来の夢がもうすでに今今日叶えられてる状態にしてで将来の夢っていうのがねもしあるとしたらですよ今日叶えてしまえというようなね堀江貴文さんみたいな発想になるんじゃないかなと思いますけどもいかがでしょうか